早速でございますが、はい、当ホテルマリンプラザ沖縄と同じ敷地内にあります本部元気村についてご紹介させていただきたいと思います。はい、本部元気村ってどういった施設にあるんですか？一番メインとなりますのは本部元気村にはイルカがいますので、イルカを間近で見たりイルカと一緒に泳いだりする触れ合い体験が公演しております。いやもう先ほどイルカ見ましたけど、とっても可愛かったですね。そうですね、こうホテル内でイルカを見られるっていうのもすごくポイント高いですね。そうですね、うん、あとそれ以外にもですね、はい、リクガメとかウミガメとか、うん、ヤギなどいろんな動物がいますので、うん、動物好きのお子様には非常に喜ばれております。そうなんですよ、もういろんな動物とね触れ合うことができるので、はいはい、もう家族連れの皆さんはとってもいい思い出ができそうですね。それ以外にもですね、本部町のこの沖合にありますサンゴ、天然のサンゴを見たりできるコーラルビルクルージングの船だったりとか、うん、あとジェルキャンドルとかそういったものづくりとか屋内プログラムなどありますので、幅広く一日を遊んでいただけるようなプログラムがご用意しております。うわ、もうなんか聞いてるだけで1日では足りなさそうな、もう内容ですね、はい、内容盛りだくさん、はい、はい、皆さんぜひ行ってみてください。はい、こちらが当ホテルの客室となります。はい、すごいなんか可愛らしいお部屋ですね。ありがとうございます、うん、こちらのお部屋の特徴を教えてください。はい、まずこちらの方ですね、今見ていただいているお部屋が和洋室タイプのお部屋となりまして、うん、皆様ですね、家族で3世代の子供だったり小さなお子様がいる家族の方で、うん、非常に楽しんでいただいている部屋となっております。3世代で楽しめるんですね、はい、しかも和室があるので、はい、赤ちゃんとかでも安心ですね。そうですね。そしてこちらから見えるこちらの絶景素晴らしいんですけれども、はい、海に面したオーシャンビューとなっておりますので、うん、海に沈む夕日が見ることができますので、はい、県民の方もでもですね、なかなか見ることがね、景色が楽しみいただけるかと思います。年中見られるんですね。そうですね。わあ、しかも全室オーシャンビュー、最高いいですね家族連れでぜひ行きたい。はい、よろしくお願いします。はい、はい、こちらがホテルのレストランブリーズとなります。うわあ、またこちらのレストラン大パノラマ、はい、うわー、ここから眺めるオーシャンビューも素敵ですね。ありがとうございます。はい、そしてこちらでいただけるお料理コンセプトをお聞きしていいですか？こちらホテルレストランのレストランブリーズでは元気料理というコンセプトで料理を提供しております、うん、元気料理というのは地元のやんばるで農家さんが直接仕入れた野菜やったり自家製農園から収穫した新鮮な野菜などを使った心食べて心も体も元気になれる料理としてやってあります。あ、そうなんですね。地元の農家さんの新鮮なお野菜、そしてこちらにも農家が農園があるんだ。この4月からは食遊育やんばるの恵みっていうテーマで、より一層元気料理っていうコンセプトにこだわって、地元食材にこだわってレストランの入り口の方にそういった食材も販売をしたりとかして、より一層県民の方でも改めて県内の食材をお楽しみいただけるようにいろいろ考えておりますので。まさに地産地消ですね。マリンピアザ沖縄さん、改めて第6回チュラトクアワードデイゴ部門受賞おめでとうございます。自然や生き物などたくさん触れ合うことができて貴重な体験ができました。家族連れにおすすめですよ。ぜひ遊びに来てください。